オーケンブルースリは日本の競争馬、守望馬。主なカチクラは2008年の菊花賞、2009年の京都大賞典。シルバージョイは1993年にカナダで生産された父シルバーデピューティの品馬である。アメリカにて29004章の成績を残し繁殖品馬となった。アメリカで母体にカポーティトノコウヤドシ。 日本の北海道早北町の農山ファームに移動した。2004年には、ジャングルポケットと、後輩、2005年2月24日、6番子となる、栗毛の馬が誕生した。生まれた子は、東西のセレクトセールに上場。福谷キラは、一口馬種時代に活躍した、出芝の母婦にトニー・イビンがいたことや、サンデー・サイレンス死亡後のシュイ・シュボバは、 ドニービンの後継であるジャングルポケットだと目論んでいたことを理由にその子に入札税抜き3000万円で落札した福井にとって初めて競り落とした馬でありその子には自身の冠名王ーに空手を始めたきっかけとなった香港の俳優ブルースリーを由来とするブルースリーを組み合わせ王ーブルースリーと命名それから旧文字制限に対応するために 末尾の超音符を取り除いた、王ンブルースリーという競争場名を与えた。また、福井と信仰のあった、立東トレーニングセンターの大し秀高級舎の管理が決定した。王ンブルースリーの肉体、体力面においては充実していた。しかし、前足の腱が発達しておらず、運動する、たび、足に、むくみや熱が生じるなど滞ってしまっていた。 そのため、2歳児は入級できず、3歳3月に、立東トレーニングセンターの大人支給者に入級した。3歳2008年4月26日、福島競馬場の未勝利戦に、北村智和が起場して、デビュー、中段から追い込んだが2着。2戦目の5月17日、新潟競馬場の未勝利戦は、最終コーナーで膨れて周回してしまい5着。 三戦目の6月8日、宗教競馬場の未勝利戦で後方に4馬審査をつけて初勝利を挙げた。その後、6月の500万円以下、8月の1000万円以下と3連勝を果たした。続いて9月28日、菊花賞のトライアル競争である、神戸新聞杯に出走。初のオープン競争、重賞であったが、東京優勝優勝から参戦した。 ディープスカイに続く2番人気に支持された。最終コーナーまで最高峰で待機、直線では、後位から進んだ、ディープスカイが抜け出す中、その背後から迫り、残り200メートルで3馬身以上あった、ディープスカイとの差を、首と半馬身まで縮めて3着。上がりは、メンバー中最速を記録、菊花賞への優先出走権を獲得した。 10月26日の菊花賞では、春のクラシック二冠競争を勝利したキャプテントゥーレ、ディープスカイは回避するなど有力場が、不在の中、単勝オッズ3.7倍の一番人気に支持された。スタートから中断につけ、2周目の第3コーナーで外から追い上げを開始。先行勢の一投として直線に侵入し、残り300メートルで先頭となった。 うちから15番人気のフローテーションが追い上げてきたが、それに一馬身4分の一差をつけて入選。重賞初勝利、GI 初勝利を挙げた。デビューから184日目での喫花賞勝利は、2歳戦が整備された1946年以降の最短記録であった275日目を上回った。起乗した内田博之は、クラシック初勝利。福井は、 バッシュ歴11年目で GI 初出走、並びに重賞及び GI 初勝利であった。それから、11月30日のジャパンカップに出走し、5着。続いて、有馬記念を目指し、ファン投票では7万7千票を集めて6位となった。しかし、疲れがあるために回避、放牧に出された。4から8歳小馬となった2009年は、3月22日の、 阪神大賞典で指導し、7着。それから、天皇賞を予定したが、腰や足の不安から回避し、放牧に出された。夏を越して、秋は、10月11日の京都大賞典で7、か月ぶりの復帰。3番人気で出走し、広報待機から、最終コーナーは、大外を周回した。直線では先行勢を差し切り、 後方に4分の3馬審査をつけて、先頭で入選。1年ぶりの勝利となり、重賞2勝目となった。天皇賞では4着。ジャパンカップは、獲得賞金順位では、除外対象であったが、レーティング上位となったために出走が実現した。2番人気に、指示されて、発送、最後方待機から直線では、大外を回って追い上げた。 一番人気ウォッカが残り200メートルで後方に三馬審査差をつける独走状態だったが、その外から末足により差を縮め、ウォッカに並びかけたところで決勝戦を通過。一着二着は写真判定となり、7分に押してウォッカの花差2センチ先着が認められ、二着となった。ウォッカがレース後微出血を発症した一方、オーケンブルースリは、 右前足に無理をしたため、足に水が溜まり、さらに腫れて休養。5歳となった2010年の春夏は出走することができなかった。秋、10月10日の京都大賞店で復帰し、名称ベルーガに半売審査の2着。直後に、右前足の腫れが判明し、年内休養を宣言。しかし症状が軽く回復したため、一点続戦することとなった。 天皇賞こそ回避したが、続く、ジャパンカップ、有馬記念は出走し、それぞれ7着、11着に敗れた。以降は、6歳の2011年から7歳の2012年までに12回、出走。6歳アルゼンチン共和国媒、7歳、京都大賞店では2着、6歳京都大賞店では3着となったものの、勝利には至らなかった。 2012年12月の競争場引退を発表。8歳となった2013年1月19日、京都競馬場にて引退式を行い、1月20日付で競争場登録を抹消した。王健ムーン競争場引退後は、イーストスタッドで種ボバになった。2016年から初年度3区がデビュー。2017年8月12日、初年度3区のプリモガナドールが、 札幌競馬場の3歳未勝利を勝利し、3区 JRA 初勝利。2世代目の王権ムーンは、2018年の共同通信杯にて、3区重勝初失踪、及び3区重勝初勝利を挙げた。以下の内容は、netkeiba.com 及びアビスサーチの情報に基づく。ありがとうございます。